皆さんこんにちは、アダムでございます。こんにちは。さあ、なんと6月11日日曜日にトロンボンカルテットのスローラインさんとコラボライブします。イエーイ。6月11日日曜日、下北沢の駅にある下北沢エラというライブハウスになります。こちらですね、オープンが19時半、スタートが20時となっております。チケットが4000円でワンドリンクがついてまして、あとね、配信もあります。3000円ですので、ぜひたくさんの方に見に来ていただいて、そして配信も見ていただけたらと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いしまーす。ということで、いつもと違うコンサートなわけですが、なんか意気込みはありますか、太田さん。はい、風船隠さないで。あ、すいません。初めて別の楽器とのコラボということで、とても楽しみにしております。いろんなゲームなど練っておりますので、当日みんなで盛り上がりましょう。じゃあ孫岩木さん。あ、はい、そうですね、ライブハウスでドラムの方も入っていただけるということなんで、もう激アツナンバーでね、もう本当に大変な騒ぎですので一緒に盛り上がっていくぞ。おい、どうでしょう、奥野さん。本当になんか YouTube ではね、これまでコラボさせてもらったんですけど、ついに生のねライブができるということで、あれもすごく楽しみにしているので、会場に足をお運びいただけますと嬉しいです。盛り上がっていくぞ運動会乗りみたいな感じになるけど、ぜひ男8人の、ね、演奏を聴きに来てもらえたらと思います。アダムの単独ライブもあり、スローラインさんの単独ライブもあり、そしてコラボもあります。演奏だけじゃなくて楽しいことがたくさんありますので、ぜひ皆さんお越しください。待ってます。バイバーイ。